皆様こんにちは、フォルクスワーゲン北見でございます。今回は新型ゴルフ8のスタイルと RY の装備の違いについて説明させていただきます。はい、ではまずスタイルのフロントマスクから紹介します。こんな感じでかっこいいフロントマスクになっていて、IQ ヘッドライトが、この車両はついています。で、この真ん中というかその反対のヘッドライトまで一直線に光るようになってます。で、その上にもメッキモールがありますね、その一直線のライトの上に。で、アンダーグリルのところ下の部分も、メッキが入ってます。続きまして R ラインのフロントマスクです。同じく IQ ヘッドライトが装備されていて、で、これスタイルと同じように真ん中、反対側のヘッドライトまで、光ってます。1本通ってます。で、その上にメッキモールもついてます。これアクティブはないですね。はい。で、アンダーグリルのところ下のところ、スタイルだと1本、メッキモール入ってたと思うんですけども、 R ラインは全部黒になっていて、素材もちょっと違って、あのピアノブラックっていうんですかね、そういうちょっとかっこいい高級感のある素材になっています。迫力がありますね。続きましてリアビューです。まずこちらの車両は IQ ヘッドライトなので、IQ ライトなので、テールライトもかっこよくなってまして、で、他のグレードと違いが出るのは、下の部分ですね。今銀色 の、 あのメッキがついている部分、これが他のグレードだと違う形になってます。で、R ラインも結構違うので、次の場面見てください。はい、続きまして R ラインのリアビューです。同じく IQ ライトのかっこいいテールライトがついていて、で、違いがあるって言った下の部分ですね。前フロントと同じように黒いあのピアノブラック の、 あの素材になっていて、で、あのマフラー銀色の部分ですね。ちょっとデザイン違うの分かりますでしょうか、スタイルと。はい、R9 の方がよりスポーティーなデザインになっております。はい、ゴルフ8は、グレード名のバッジがというかロゴが入るようになってまして、こちらスタイルなのでこちらにスタイルというのが入ってます。はい、そして R ラインは、R のロゴが入ってます。これ先代のゴルフ7と、フォントが変わってますね。続きましてアルミホイールです。デザインこんな感じになってます。ゴルフ7にはなかったデザインで、こちら17インチの、アルミホイールを履いております。でアルミホイール R ラインはこういうデザインになってます。色もちょっと違いますし、デザインも違います。同じ17インチなんですけども、 R ラインの方が少しスポーティーに見えるようなデザインになっております。続きまして内装です。まずシートのデザイン、スタイルはこんな感じです。スタイルは、これが白だとしたらもう一個黒が、ありまして、どちらか選んでいただけます。そしてアンビエントライト、今青と緑に光ってるんですけども、これは R ラインと同様30色、選んでいただくことができます。で、R ラインとステアリングのデザインも違うんで、こちらよく覚えていってください。デジタルメーターとかナビは同じですね。それでは、R ラインの内装です。まずシートはこんな感じで、デザインも、硬さも違いますし、ヘッドレストが一体型になってます。スポーティーなデザインでスポーティーなシートになってます。で、横っちょのところレザーになってます。で、アンビエントライト今明るすぎて見えないんですけども、スタイルと同じように30色選ぶことができて、で、ちょっと色が違うグレーの部分、こちらスタイルと素材が少し違って、マイクロフリースになっています。触り心地グッドですね。で、ステアリングも R ラインだけデザインが違いまして、こんな感じ、違い分かりますでしょうか。で、スイッチは、ボタンっていうよりも、なんだ、iPhone のホームボタンみたいな感じですね。押すと、ブッと振動が来て。なので、ちょっとハイテクな、ステアリングになっております。で、デジタルメーターと、ナビは、さっきと一緒です。いかがでしたか？ぜひ、ショールームに遊びに来てください。ありがとうございました。